皆さんこんにちは。人生100年時代生き方改革提唱者のマダムホーです。私たちは多分80歳90歳までバリバリと現役で働く世代となります。その理由は、もし老後や余生というものが定年退職後死ぬまでの約10年ぐらいだとすると、私たちは人生100年時代100歳まで生きるということですので、私たちの老後または余生というものは90歳から死ぬ100歳までの間の10年ぐらいになります。そのためにも私たちは80歳90歳までバリバリと現役で働く準備をしなければいけません。ということで、今日アメリカは2019年11月28日、毎年アメリカでは11月の第4木曜日は感謝祭になっています。これは、SNS のビデオですので、特にドキュメンタリーでもなく、エビデンスとか、そういう野暮なことも言わないでほしいんですけれども、私が聞いたアメリカの感謝祭、サンクスギビングの由来というのは、昔、ヨーロッパの宗教革命とかがあって、その新しい新天地を求めたピューリタン、正教徒たちがアメリカ大陸にやってきました。で、彼らは、農耕民族なわけですから、農業をするんですけれども、アメリカの土地に合うやり方がわからない。で、不作で困っていたところに、先住民族であるアメリカインディアンたちがいろいろと親切、丁寧に教えてくれたそうです。で、その後、初めての秋、収穫ができたということで、このピューリタンたちはアメリカ・インディアンに感謝の気持ちを込めて食事に招いてお互い収穫を祝った。これが、私が聞いた感謝祭、サンクスギビングの、起源というかストーリーなんですね。で、その私もそうなんですけども、アメリカは皆さんご存知のように移民の国です。人種のるつぼ。で、私も、高校生からアメリカ留学、私費留学生としてやってきました。アメリカに誰も親戚がいなくて、ホストファミリーを頼ってきたわけなんですけども、そういう私たちもおかげさまで、今では、私たちが最初のパイオニアとなって、夫の親族、甥っ子、姪っ子たちがその後、アメリカの大学に留学をして、アメリカで職を得て、アメリカの永住権を取って、アメリカで結婚して、アメリカで家族を作ってということで、最初私と夫から始まったのも、今では約10家族、50人ぐらいの家族になったんですね。で、この中には歯医者さんもいる、健康面は私が管理をする、それから料理の上手な人もいる、車のメカに強い人もいる、それから会計士、公認会計士もいる、ファンドもいると、いろいろ、だいたい生活がこの、10家族でほぼ賄えるぐらいにまでなったという、本当にありがたいことです。ですから、本当に感謝祭というのは、アメリカに来て、この裸一貫で叩き上げて、それなりの人並みの暮らしをしている人たちが感謝の気持ちを持つという、そういう一日だと思うんですね。それで、今日のこの令和元年、2019年の感謝祭は、特に私と夫にとって特別な意味を持ちます。それは人生100年時代に関わるんですけれども、もちろんこれは皆さん、各個人の価値観がありますから、これは私のあくまでも個人的な価値観を今日この SNS を通じて発信しているという理解をしてください。誰が正しいとか間違ってるとか一切関係ないです。で、私が今年、もう本当にここ1ヶ月の間にどんどんと起こったことなんですけれども、私たちが同年代で同じ大学、大体皆さん、私立の南カリフォルニア大学出身でみんな私費留学生なんですけど、で、その時に同年代で同じように恋愛して、同じようにみんな結婚してるわけですよね。で、お互いの結婚式に招いたり、招かれたりしてるわけです。で、当時、かなり美人な奥さん、美人な女性が
同年代にいて、まあ、その人が結婚して、で最初は私のこのご近所にいたんですけども、最近姿が見えないんですね。でどうしたのかな、それほど連絡を取り合うほど最近は違うので、そうするとあのロサンゼルスのその中国人系、華僑中国系が比較的多い地区、まあ、チャイナタウンみたいなところなんですけど、でそこでヤムチャを食べに行った時に偶然その夫婦を見たんです。でも声をかけられなかった。なぜ声をかけられなかったかというと、当時の面影がないぐらい健康を害していたんですね。特にあれだけ美人で、結構私たちの留学生の中ではあのすごく美人な人が、多分がんの治療かなと思うんですけど、もう髪も本当に薄くなって、もう見るから病人なんですよね。だからあまりの変わり方にちょっと声をかけれなかったんですね。ですからそういうことがある。それとかあのこの前も、あ、ゆみちゃんこんにちは、それとかこの前、先週なんですけど、やはりうち の, あの父方の本家 の, あの長男、まあ、おじさんが亡くなって電話が来て、今父は日本に帰ってるんですけども、やっぱり5年ぐらい脳梗塞を起こして、まあ、ずっと寝たきり、あの言葉が喋れなくって、まあ、体も動かない状態で、まあ、あの天国に召されたっていうか、そういうことがあったり、本当にこの1ヶ月間でそういう出来事がいっぱいあるんですね。久しぶりに会った人が、まあ、事故か病気か分かりませんけど、例えば腕を切断していたとか、そういったことがあったり、あの闘病生活をしている人とか。だから何を言いたいかっていうと、この人生100年時代、老後とか余生っていうのが、引退をしてから死ぬまでのその10年間とかの期間だとすると、逆算して100歳まで生きるわけですから、私たちは多分90歳ぐらいから死ぬまでの100歳ぐらいが老後とか余生になって、それまではバリバリと働く。でそういった中で、まあ、各自の価値観の違いですけど、やっぱり私にとって一番大事なものっていうのは健康だと思います。健康のありがたさ、それでいつも思うんですけど、失って初めて分かるもの3つあります。若さと健康と幸せなんですね。失って初めて分かる3つのものっていうのが、若さ、健康、そして幸せ。ですから今もし皆さんがこうもう忙しくてキリキリ舞いして、育児に大変、キャリア構築に大変とか、なんかで大変苦しい辛いと思うんですけど、多分皆さんがその穏やかな死ぬ前の数年間ですよね、あの時にこれまで生きてきた人生を振り返って、今の皆さん、ちょうどもう髪の毛引っ張ってもひっちゃかめっちゃかやってて、もう子供も大変でとか、親の介護が大変とか、なんかいろいろ大変なんですけど、私たちの世代今が一番幸せだと後になってきっと思う時があると思います。後になってそのもう寝たきりになったりとか、もう本当にただ死ぬのを待ってる状態になった時に、あの時が一番幸せだった。アメリカでもよく言うんですね、もうどんな犠牲を払っても、どんなお金を払っても、あの時に戻りたいっていう、まあ、その死の間際の人とか、そういうことを言う人もいるんです。ですからこの人生100年時代、私は個人的に一番大事なのはまず健康だと思います。健康さえあれば、働けばお金は取れるわけですよね。例えば最低賃金でも、最低賃金で20年とか40年働いていても、それでも生涯年収というのは最低1億円はあるわけですから、健康であれば最低賃金でも働いて1億円というお金は手に入れることができます。もしくは体がちょっと不自由であっても、脳がちゃんとしていたら、やっぱり頭を使っていろいろなことができる。人を幸せにすることもできる。それから体、その肉体的な体と精神的な健康、この両方なんですけど、心身ともに健康であれば、やっぱりハッピーだと思うんですね。よくあの、
健全な魂は健全な肉体に宿るとかって言いますけど、これも私の限られた人間観察ですが、不幸せな人は周りの人間を不幸にします。こうイライラしてる人とかって、そういうイライラしてる人をっていう人はね、人に八つ当たりするんですよね。絶対に周りの人を幸せにできない。で、周りの人を幸せにできるのは幸せな人しかいないんですよ。ですから皆さんもこの人生100年時代、こうやって皆さんこれから人生後半生きるわけですね。今聞いてくださってるゆみちゃんも達也さんもこれからも人生の後半生きていくわけです。そうすると今までと違った生き方ができるんですね。今までだったら、まあ赤ちゃんからずっと、あ、達也さんこんにちは、赤ちゃんからまあその一人前の大人になるまでは何でも学習しなきゃいけないので、やっぱりわがまま言わずに学ぶ謙虚さっていうのが必要なんですが、これからの後半っていうのはもうある程度社会人としてお勤めを果たしたわけですから、これからの後半は自分が充実した生き方をして、その人生の最後、その数年間もう死ぬのを待ってる状態の時に生きてきた過去を振り返って、自分の人生悔いがない、やりたいことは全てやってきた。人間って死ぬ時にはやったことに対する後悔よりも、やらなかったことに対する後悔でみんな死んでいくんですよね。だから、あの時、その死ぬ間際に、死のとこにいて、人生振り返って、走馬灯のようにいろんなことが来るんだけど、やっぱりあの時あれをやっていったらよかったと思いながら死なないように、ぜひ皆さん人生の後半はやりたいことをやりましょう。で、その時に大事な一つのポイントは自分の健康管理、それと精神衛生面で一番大事なこと、特に日本人にとって精神衛生面で一番大事なことは人間関係なんですね。日本の人は良すぎて人間関係に疲れてるんです。だから結構私みたいにきちんとロジック、理屈をきっちり通して正論で言いたいことはきっちりと相手にガツンと言ってやることは大事だと思うんです。もう我慢する必要ないし、いい人でいる必要もないんですよ。相手はあなたが我慢していることわからないわけですから、そこは大人として賢く知恵を使って論理的に、高等動物ですから感情でガーッと八つ当たりとかするんじゃなくって、論理的に冷静にきちんと相手の間違っていることとか、こっちが迷惑被っていること、ガツンと言ってやりましょう。そして、皆さんが幸せになるためには、幸せな人とつるまなきゃいけないんですよ。不幸せな人とか、愚痴を言う人とつるむと、こっちの精神衛生が侵されてしまうので、やっぱり常にハッピーで前向きな人、私みたいなハッピーで前向きで、この一緒にいるとプラスのエネルギーがガーッと感じるような、そういう人をあなたの周りに置く、これが人生100年時代で一番大事なことだと思います。暗い人、もう口ばっかり言う人、そういうのはもう私たち人生の前半でもうしっかり我慢してお勤めしてきましたから、これから人生の後半はいい仲間と楽しく行きましょう。あ、さやこちゃんもこんにちは。薬局うまくいってますか？いつもさやこちゃんのこと、考えています。まあそういったことで、本当にこうやって私の周りにいる人は、皆さんが自己実現、自分が何者か、己を知る、自分が何が好きで何をやりたいのか、この人生で何を達成したいのか、ということを皆さん考えて進んでいってらっしゃるので、まあさやこちゃんもちゃんと自分のビジネスを、まあ、起業をして、また幸せな結婚をしてっていうことがあるわけです。ですから皆さんどうぞ、まず周りにプラス思考で明るくって幸せな人を周りに置いてください。暗い人とか、そういう人、あ、さやかちゃんどうもありがとう。置かないでくださいね。まあそういった意味で、今年令和元年のアメリカの感謝祭、私はこの1ヶ月間で、本当に健康に感謝する出来事がいっぱいありました。そういった意味で今は感謝、健康に対する感謝、そして周りの皆さんに感謝、お互い幸せな者同士でつるむようにしましょう。人を幸せにするのは幸せな人しかできません。不幸せな人は相手に八つ当たりをしてあなたの心を傷つけます。はい。
じゃあ達也さんもそうですね、本当についてるな、自分はラッキーだな、恵まれてるな、感謝の気持ちを相手に返しましょう。じゃあ今日はここまでです。では皆さん、またいつかごきげんよう。さよなら。